駅舎西口欅台駅は、佐賀県宮城郡基山町大和座小倉にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅番号は JB11。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。レンガ風の壁とドーム屋根の共状駅舎は、東京駅をイメージしたもの。駅東側の国道3号をまたぐ、欅台駅前歩道橋と一体化した構造であり。 西側の佐賀県木山町と東側の福岡県、小郡市とを接続する役割も果たしている。西側は高台のため京城駅舎からそのままで入りする。日中は j r 九州サービスサポートの駅係員が配置され、駅窓口でポスター末による発見が行われている。それ以外の時間帯は無人駅となる。守護課の利用が可能であるが、カード販売は行わず。 チャージのみ可能である。簡易型自動改札機が設置されていたが、2013年秋に JR 九州標準の自動改札機に置き換えられた。2019年の1日平均乗車人員は1285人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通り、木山町の北東端部、駅周辺では旭化成が開発した三種手焼き台など、 平成初期には住宅開発が進められた。駅から東側に約200メートル進むと福岡県小郡市である。国道3号が駅の東側を鹿児島本線に並行して通っている。駅周辺の国道3号は片側に車線化が2007年3月に完成し、沿道にはロードサイド店舗が多い。この国道3号を約700メートル北上した場所に、 三国橋という交差点があるが、この名はかつてこの地に、地区前国、地区五国、非前国の三国の境界点があったことにちなむ。三国橋交差点の傍らには、津島藩が建てた、樹前西非前国大修了の国境石と、黒田藩が建てた、樹勢東地区前国の国境石がある。ABCDEFGHIJKL、週刊 JR 全駅。 全車両基地33号熊本駅、カレー川駅、大畑駅ほか、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2013年3月31日、20ページ。AB、福岡支店内各駅、JR 九州鉄道営業。2016年4月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年4月17日閲覧。ABC、 JR 九州地域に大きな役割果たす。交通新聞 P2 交通新聞 P1 駅別乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。2020年12月23日閲覧。ありがとうございます。